続いて自衛隊の信号ラッパによるドリル演奏を披露いたします。ラッパは西洋ではビューグルと呼ばれ、古来から軍隊における戦場の連絡手段として指揮官の命令、亡霊などを兵士に連絡するために用いられてきました。自衛隊においても命令、亡霊のほかに対応を整え、士気を高揚させるとともに上官に敬意を表すなどを目的に吹奏されています。本日演奏するのは旅団米下部隊から選抜された隊員で構成された18名のラッパ手と第14音楽隊ドラムチームとのコラボレーションによる演奏演技で、飛翔、食事、消灯など時間や行動を統制する日課号音や早足、駆け足行進など自衛隊において日常的に使用する楽曲を吹奏しながら展開されるドリルフォーメーションをお楽しみいただきます。それではラッパドリルのスタートです。まずは家業を開始。自衛官は3歩以上は駆け足、駆け足行進。自衛官の基本姿勢、気をつけ、休め。歩調を揃えて1212、早足行進。この号令を聞くとみんな慌ててベッドから飛び起きます。起床。素早く服装を整え整列します。健康状態異常なし、健康。楽しみは何といってもボリューム満点のご飯。今日のメニューは何でしょう。食事。召喚が駐屯地の門を通過します。敬意を表すための送迎の符。今日も一日訓練お疲れ様でした。作業終了。
一度お願いします。